皇賢天皇天武直系の皇統存続を指名とした女帝。これもっと言うとね、これ持統やと思うんです。天武というよりはね。で、持統天皇は自分の息子の日下部の王子、この人を皇太子にして、でこの人に声を継承させようとしたんです。でね、これね、天武直系と言ってもいいんですけど、 天武のね、子供でいいんだったらね、例えば竹内の巫子とかね、い,やいるでしょでも、児童にとっては、竹内なんかに持って行きたくないんですよね。草壁。ここ。それから、だから、自分の息子に持って行きたい児童にとっては、天地の子供で自分の子供でないのは、それは潜在的な、 敵なんですねで強力な敵が2人いて1人は児童のお姉さん太田の姫美子が産んだ大津の美子でしたかねそれからこの人は血統的に危険あの自分と父は配所ですから大津の美子と草壁の美子って血統的にはいい分なんで非常に危険な敵なんですねそれから 人種ランドの時の功績で言いますと、竹地の子、この人が一番活躍してますので,で、しかもこの人第一王子ですからね。お母さんがね、ちょっと九州の豪族で地位低いですけど。で、この人も危険なんです。だから児童にとっては、いかにして大津の巫女と竹地の子を皇位継承から外して、自分の息子に持っていくか。っていうことなんで、だからこれ、 天武直径というより、持の直径なんですね。うん。ねさらに言うならね、天地の行為継承って、天地から地統を通じて、草壁、文武、聖武とつながるんですね。段経でね、考えるとね、天地からね、 草壁文武勝武ってこ持っていくの難しいんですけど。でも、そもそも天地の正当な後継者が児童やと。そうすれば、天地、自童、草壁文武勝武でね、こうすすっとつながるんで。うんまあ、この時代、僧景主義、男系または女系、どっちかでつながってればいいと考えれば、児童こそが天地の正当な後継者だったと。 それで、草壁から文武将武と持っていくんですが、なんでそんなことが許されるんということになりますよね。今までね、同世代継承でね、例えば、聖徳太子の時代の、あ、水庫の時代ですとね、女名、陽名、ョン水庫と、同世代で継承してましたよね。 それを突然ね、あ天地と天使もこれ同世代ですよね。それを突然ですね、縦につなぐんやって言い出したわけですからね。それ、おかしいんちゃうんって言われたときに、持統とか、原名、原書が持ち出したのが、それ、それ天地パパが決めたんや。と天地が決めたんで、何もんかあるんや、でね。不快の頂点、改めざる常のりか。 あれをですね、持ち出してきてね、あんならほんまにあったんですかね、<laughs> 天地天皇。<laughs> まだ天智がそう言うたんや。天地天皇が、親から子供へやって言うたんや。言ってですね、児童、草壁、も無償むと。行為をつなげ、つないでいこうとしたんですね。うん。だったらなんで天智から天武に行ったんというね、このとこがね、説明できなくなるんですけどね。うん。だから、その児童の、 草壁文武、聖武と持っていくのには批判があって、で、いったんですね、他の男に渡してしまうと、戻ってこうへんかもわからへんから、子供が亡くなって、孫に持っていきたいときは、おばあちゃんが天皇の位を死守する。で、また、聖武天皇がちっちゃいときは、おばあちゃんが出てきて、天皇の位を死守して。 誰にも渡さへんって頑張ってですね、して、プリンスが育つのを待って、守ってきた天皇の位を渡すと。これで、この時期は女帝と、それから女帝から孫へ、女帝から孫へというふうに伝わっていくんですね。だからこれ、男系だけのね、地図、あの、あの だから、ここの教科書に載っているね、ケ図だけ見ていると、児童、文部、で、年上に上がって、で、現象に行って、勝負に行く。なんで、なんでこんな怪しいことするんやと思いますけどね。うん。それは、子供が亡くなったら、孫に好意を持っていくのを、おばあちゃんが頑張るんだと。とそういうことなんですね。うん。 それで聖武天皇までやってきました714年聖武天皇が元服ですかねで皇太子になりますでそれ時にえおばあちゃんの元名からおばさんの元祥に天皇の位を譲って元名上皇元祥天皇聖武皇太子 というふうにします。そんな不自然なこと、なんでするんやってね、言うときに何言ってるんですかと。こういうふうに、草壁門も聖武と、我が家の団系で親子親子と行為をつないでいくことは、天智天皇、あの天智天皇が決めたんですと。 言名や現象は主張するわけですね。で、こういうふうにですね、行為をこの系統だけに持っていこうとしますと、他の皇族からはね、不評です。ええー、おかしいやん。今まで同世代で兄弟とかね。こ位継承形象しようとはちゃうん。例えば。 タケチのミコとか、長屋王とか、あるいはキビ内親王とか、こういった人に行為持っていけばいいやん。何もね、ち幼い天子ど男の子を無理に交代しなんかせんでもね。うん。という批判が出てくるわけです。うん、で、中でも、そもそも天武天皇ってさ、天智天皇の子供やった、 大友の王子を倒して、行為散奪しましたやん。それが、それがね、これからは、自分の子供孫と直径で伝えていくんやってね。何泥貫あげてというね。お前言う、お前が言うなというね。自分の子孫と行為を伝えていきたいです。天武お前言うな。 お前、天地の子供を倒して、行為取ったやんか。というのが、いっぱいおったでしょうね。その中でですね、自分の子孫と、行為伝えていくんやっ。ってなれば、どっかに味方作らなあかんでしょ皇族は味方になってくれへんからね。皇族の以外に味方を作らなあかん。そこで児童が考えたのが、藤原やと。 で藤原をと天皇家のこの系統が結びつくことによって、それ以外の天皇家の一族を、皇族を除外して、皇位を独占していこうというね。か藤原って、天皇家の直系が、他の天皇家と戦うための、天皇家直系が天皇家傍系と戦うためのパートナーが藤原なんですね。うん で、藤原は皇族よりも信用できます。なぜか。皇族は天皇に取って代わろうとするけど、俺が天皇になるなんて言うかもしれんけど、藤原は俺は天皇になるなんて言いませんからね。天皇家の他の人たちよりも藤原の方が信頼できるんです。それでですね。724年。 聖武天皇が24歳になりました。ちょっと早いけど。というのは、だいたい天皇でね、30代ですのでね。まあ、ちょっと早いけど、聖武でいきましょうと。25ギリギリかな。でまだ聖武は経験が薄いから、おばさんの現象が上皇として天皇と同じ。 天皇体験をもって天皇をサポートします。で、この時の左大臣が長屋王でした。で、藤原四兄弟がこちらにいます。で、この頃から天皇家は、妃を皇族ではなくて藤原氏から迎えるようになります。文武の 妃は楓人の娘宮子そして聖武が生まれ聖武の妃は人とあがた犬飼の道の間に生まれた光明子ですでこのようにそれまでは皇女と天皇が結婚して次の天皇を作るというふうにしていたのは 草壁の巫女ここで終わってしまい。あ草壁も元名、結婚してますか。はい、草壁、元名。そして、文武天皇。ここ、皇族、皇族で、王子。皇族、皇族で、王子。このパターンは、文武天皇で終わり。文武と藤原氏の娘の間に、生まれた子供が天皇になるというパターンに。 変わります文武が結婚した時って誰が実権握ってたんでしょうね持統天皇703年まで生きてるからちょっと文武と都のあそうか持統生まれた701年か,だからあごめん聖武生まれた701年かだから聖武天皇が生まれる前に文武と都が結婚してるから 文武と都を結婚させることを指導したのは持統ですね。だから持統天皇が、持統上皇が、文武の妃は藤原の娘だと。そしてそこに生まれてきた男の子が次の天皇だ。だこれ持統の意思なんですね。うん。で、こうやって勝武まで来てですね。で、勝武に。 男の子が生まれます。ここまではうまくいったんです。ところがですね、あ、そういう、この藤原の娘を天皇家の妃にしてという、この方針をサポートしたのが藤原四兄弟に対して、それおかしいやろうと。 天皇と天皇家の娘が結婚して次の天皇が生まれる。こちらは本来の姿違うんかと言ったのが長屋王ですかね。だから長屋王と藤原四兄弟、この二人は意見が合わへんかったと。で、清武天皇にですね、元井王子が誕生します。で、この人生まれてすぐに皇太子になるんですが、 長王は不満でした。そんなにこの元井王子って血統的に天皇にふさわしいかと長王は考えた。ですね。これ、サラブレード率でいくと、文武は100です。父、母ともに天皇ですからね。ところが、聖武は この人は50です。半分藤原です。で、次、光明氏。この人藤原ですかそしたら、元陽氏って藤原75。天皇家、皇族25になりますから。それに対して、長屋王の方って、長屋王って、 父も母も天皇ですから、100です。君内親王、天皇、えー、父も母も皇族ですから、100です。そうすると、ここに生まれてくる、この子供たち、これ、100ですよね。そうすると、 この人よりも、こちらの人の方が、全能にふさわしいんちゃうんという考え方は成り立ちますよね。うん。それからもう一つね。地頭の直径、草壁文部、門部正務。元糸行く。 直系継承っていつの場にそんなことになったんやっていうね不満がこっちの方にはあるコメントを言ますね減少上皇は妹の吉備内親王と長屋夫妻の粛清を支持したのでしょうか、はい、よくじゃあこれからそこを説明していきますでこの元井王子が生まれて大田氏になるときに皇族グループは不満でした けど、そこ押し切って、元井王子を皇太子にしました。ところが、この皇太子が、2歳で亡くなってしまうんです。で、どうするかなんですが、皇太子亡くなったら、皇太子決めなきませんよね。ここに、女の子いますけど、男の子であれば、こっちにおるんです。 こっち交代しにしたいやん。という意見が出てくるので、そこで、どうしても、こっちで行く。児童直径で行く。なことを言ってるのであれば、長い王のグループは、これは消すしかないということになりますよね。さて、そこで、児童から見て、草壁、 君内心のでも、文武勝武の方でも、これ一緒やん。見えますよね。一緒やと見えるだけに危険なんです。だから、もうこれ、文武聖武、元井と行く。これは、藤原ががっちり噛んでるんですね。藤原から見ると、一番危険なのは、こっちになります。 そこで、729年か。長屋の変が起きて、長屋王は命を落とします。現象上皇ね。現象上皇ね。この文武から正武。まあ文武はいいとしてね。正武から元井の王子。 ここへね、強引に持っていくことについてね、確か現象はね、疑問に思ってたはずです。そ、それええのんか、というね。ただ、729年段階になると、もう、聖武とか、から藤原氏の方、こちらの方が力を増してきていて、 現象ではどうだったんでしょうね、はい。現象が粛清を支持したかというより、現象が現象はどっちかというと <laughs> 乗り気じゃなかった。わ、うん、からないですけどね。うん。というか、現象が、この左の方のグループ、こっちの方だけで行くことに、にこれもともと方針なんですよね。この、地、え、頭、ー、王家の。で、 あんたはこの方針に従ってつなぎやりようって、勝負までの。で、出てきた天皇なんですが、元祖天皇は。しかし、それでいいのかという、元明天皇は疑ってなかったようです。元祖天皇はね、前もよかったみたいですね。うん。まあ、しかし、ですね、727年に勝負の第一王子が生まれ、皇太子にしたらすぐ亡くなった。で、ここで、次のね、 皇太子が天皇になる。候補者誰がいますかってなると、一人はね、浅香親王。これ、勝負の子供です。ただ、母が藤原ではない、皇族ではない。この子でい、この子ともう一人、こっちにいるんです。君、長屋を2人の子供 特にね、君内心の。この人はね、お兄ちゃん天皇です。お姉ちゃんも天皇です。ってことは、天皇になっても何の不思議もない。で、長よだって、父、竹地の巫子、母も天地の娘ですからね。長よだって、十分天皇になる資格あるんです。で、その二人のんで生まれた子供、ここ実は三人いるんですけども、 人しか書いてませんけど、これ十分ですね、天になる,なる資格あるんです。で、そこで、聖武と藤原氏としては、長屋王、君内親王のこのグループと、この朝霞親王、この人たちを皇太子から除外することを考えなあかんわけですね。で、どうするかというと、長屋王の辺で、 こちらの長屋王一家を消してしまいます。ちなみに、長屋王ってね、日々なし運が、あの、性質ですけど、こっち側に子供おるんです。このグループは生き残ります。この子ね。 キビ内親王の子供、長屋王と。長屋王、キビ内親王のだね、生まれた王子たちは、好位継承、順位が高いので、ここは危険だから、長屋王の辺で、みんな命を落としますが、長屋王の子供であっても、キビ内親王の子供、えー、子供ではない子供たち。これは別にですね、 好意継承に絡んでくることはないから、彼らは生き延びるんですね。ってことは、この機微内心脳、この人が一番危険だった。聖武天皇から見ればね。ということがわかるかと思います。さて、次なんですが、さて長屋王の方は肩がつきました。朝香親王、これどうするんやという問題がありますよね。 男の子です。で長屋王のグループがいなくなった時点で、聖武天皇に皇太子を立てるとすれば、朝霞親皇しかいないんです私。この人を皇太子にしたくない藤原グループとしては、で、どうするかなんですけどね。これから、聖武天皇と皇明王子の間に、 別の子供が生まれるでしょう。まだ若いから。728年というと、聖武29歳。孔明氏も、えっ、ー、と、年ね、一緒ぐらいだと思うんですよ。まだ20代なんでね。まだこれから男の子できるんです。ただ、男の子がね、できた。 としてもね。朝霞親王の方に行く可能性あるんです。というのは？年齢順でいうと朝霞親王の方が上でしょ。で、これから光明寺が男の子を産んだとしても。そちらの方を皇太子にするには、朝霞親王よりも年下の。 王子の方が皇太子になるんだという理屈をつけなあかんわけですね。そのためには母親の地位を格段に差をつけとかなあかんのです。それで公明子を皇后にしておく。で、公明を皇后にしておけば、聖武と皇明氏の間に男の子が生まれたら皇后の子供だからということで、朝霞親王を 横に置いて皇太子にすることができるんです。それで、聖武一家としてはですね、こ元々の話としてはね、カルノミコが、あ、元井王子が亡くなったときに、朝香神皇が第一王子、あ、違う第二王子か。第一王子が亡くなったときに、第二王子がいるのに、これから生まれてくる第三王子の方を優先的に皇太子にしようとすると、 母親の地位が高くなければならない。で、この母親を皇后にしておけば、後から生まれても、第三王子を、第二王子を差し置いて皇太子にすることができる。だから皇后にしようと。で、ただそうするとね、次の問題が起きるんです。というのは、皇后って特別な地位なんですね。これまで皇后は全て皇族で、 かつ、何かあったときに、皇后から天皇になった人がたくさんいるんです。水戸、神宮皇后、水戸天皇、皇玉天皇、持統天皇、元明天皇というふうに。皇后から横滑りして天皇になる人多いんで。ということは皇后は特別な地位だったわけですねで。その皇后の地位に藤原の娘なんかつけていいのかと長屋王が反対した。 だから、長屋王って、この、光明氏の皇后事件と、それから血統上の問題と、両方で、長屋王の辺で、長屋王一家は悲惨の目に遭うということですね。皇后の教科書って、光明氏の皇后の方ばっかり言いますけどね、君内親王が血統的に非常に高貴な女性なんだというのは、 ここではやらないですね、うん。というふうに、皇后というのはですね、特別な地位なんです。で、それは律令でね、ちゃんとね、保障されていて、と律令制度ですね。そもそも、飛鳥時代に大木という人がいて、たしだかの姫御子が、 山本朝廷のお嬢さんで、慶太天の婿にしましたよね。あの大きさです。で、これが大法律令で皇后になります。これ、党のですね、皇后夫人品、これを律令に持ってきてるんですが、中国はね、同性不婚ですので、皇后の,その出自、 は、限定されてないと思いますけどね。陽気比なんかね、特に出陣めちゃめちゃ高いわけではないけど、これ第2ランクの夫人になってますからね。ところが日本のね、律令はね、第1ランクの皇后は、もちろん、第2ランクの比、ここも内親王と限定されてるんです。皇族でないのがなれるのは、第3ランク。 婦人ここまでやったんです。ちなみに平安時代になると皇后が中宮になってこの辺りが女王になっていくんですね。で藤原光明氏は皇族ではないので皇后や妃にはなれません。この第3ランクの婦人、ここなんです。かそんなにね、妃としての地位高くないんですね。 だから、孔明氏が後から男の子を産んだとしても、その男の子を兄ちゃんを差し置いて、皇太子にするのは難しい。孔明氏の妃としての地位を圧倒的なものに持っていかないといけない。しかし、上の方は皇族に限定されている。これはですね、天皇家と、 藤原氏の力技で上に持っていくんですね。で、当選つの反発が起きます。で、藤原氏と聖武天皇は、孔明氏を皇族ではないが皇后にして、そして、孔明氏が皇太子を、男の子を産むのを待つ。で、それまでどうしても、 皇太者がいるんやったら、ここに女の子いますよね。この女の子をワンポイントで皇太子にして、で、本命の男の子が生まれるのを待つ。なことを考えたんです。だから、この安倍内親王って、女性で唯一の皇太子になるんですね。後でですけどね。で、そういうことをするので、長屋王が反発したら、 長屋王の屋敷を「長屋王謀反だ!」と書いてですね取り囲んでね長屋王も吉備内親王も命を落としてそして光明氏が皇后になりますそれで聖武天皇と藤原氏は光明氏が王子を産むのを待ってったんです でところでさっきちょっと話しましたけど、長屋王の辺で命を落としたのはこのブルーに乗っている人たちです。長屋王、君内親のこの3人ね。で、こっちの方、長屋王と藤原氏の娘などに生まれた王子。この子供は命は取られていません。あくまで君内親王の血を引く王子たちが危険であったということが。 この結果からも分かりますね。で、こうしてライバルの長屋王の一家を消して、ショーンは自分の、えー、光明子が産む王子を待つわけです。ところがですね、738年かな 光明氏38、聖武天皇38、元奘天皇59歳の時です。えー、っと、聖武天皇わしも38や。光明氏は年一しや。38や。もう、二人の間に子供は難しいかな。難しいんですかね。 道長の嫁の林氏さん、とも子さん、それから明氏さん、あの二人って40代で産んでますけどね。まあ、まあ、しかし一応普通に考えれば、38か、難しいかな、って無時にさか差し掛かってますね。ちなみに、聖武天皇にはね、もう一人妃がおるんです。藤原のふささぎの娘、北殿です。 北殿が王子産んでもいいんです。でもね、いつまでも皇太子なしでというわけにいかないので、738年、皇太子を立てることにしました。誰にするかなんですが、さっきの板、この浅香神郎ではなくて、こっちの、 安倍内親王。どうしても藤原氏の方で行きたいんですよね。で、安倍内親王を皇太子にして、そして、勝武と藤原氏の娘、北戸の子の間に王子が生まれるのを待つ。これまで公明氏の間に男の子生まれるのを待ってたんですが、それはもう諦めて。若い北戸の置き先にして、王子が生まれるのを待ちます。 で、この時点で、聖武には、あと、娘がね、二人います。高賢と、井上と、不和、これ、浅香あ、これ、間違ってますね。不和内親王ですね。うん。これ、娘三人いるんですが、皆、これ、結婚していません。あ、これ、浅香で、こっちやね。で、この浅香、親王。この人ではなくて、この、この王子を待つんです。 そのために皇太子をここに持っていってるんですね。737年かな。皇賢が天、えー、っと皇太子になる前年か、ここで天然痘が流行するんです。で藤原四兄弟がバタバタバタと亡くなってしまいます。今光る君へのね、 995年かなあそこも天然痘が大流行してね、道高とか道金とかね、パタパタパタっと苦行がなくなりますけども、この時の天然痘も藤原四兄弟がまとめてなくなってしまうというね、大変なことになった。で、実験は、右大臣の橘諸江のところに移ります。諸井政権は、 天皇は聖武天皇皇后皇・光明氏皇権天皇皇太子そして北殿の王子を待つでこの皇権が皇太子になった時にこれ初めての、ね、女性の皇太子なんです初めての女性の皇太子というよりは日本史上唯一の女性の皇太子なんです 女性の皇太子って今でいないので、女性の皇太子をね、認めてもらわなあかんでしょう。それでね、現象上皇、聖武天皇の前で、皇権皇太子のお披露目がなされるんです。その時に皇権皇太子が踊ったのが五節の舞。この五節の舞って、昔はこういう風うにね、天皇家のトップの娘が踊る舞やったんです。 光る決めの時代になると、トップの娘ではなくて、代理の娘がね、出てきてね、グロさん踊ってましたけどね、うん、あのクラスが踊るようになるんですけど、もともとはあの、ご世知の舞というのは、日本で初めての女性皇太子皇賢が皇太子お披露目の場で待ったことからね、皇位継承に密接に結びついた踊りだったんですね。 で、744年、この朝香親王が亡くなってしまいます。これで、聖武の子供たちはですね、女性ばっかりになりました。王子、みんな亡くなってしまったんです。残るは、皇太子の皇権、安倍内親王と、右衛内親王と、不安内親王です。 でしかも、北殿は王子を産みませんでした。で、こうなると、皇憲皇太子にしたものの、次の天皇を誰にするんやという問題が起きてきます。女帝ってのは、次に、どのプリンスに好意を持っていくかということを決めて、そこへ持っていくためのつなぎなんです。ところが、この 安倍内親王の後の貢献天皇という、この皇太子が女帝になる。この女性は、次にバトンタッチするプリンスが決まっていないというね、非常に不安定な女性なんです。あえて言えば、朝香親王ですけどね。朝香親王に持って行きたくないんですよね。ところが、その朝香親王もなくなってしまったんです。 じゃあこの光源は天皇になったとして誰にバトンタッチするんですかっていう問題が起きてきます。はい。そうなんですね、御節の前、そうなんです、御節の前ね。そうなんですよ、御節の舞。で、この頃に東大寺の大仏殿が作られます。大仏殿が、大仏さんがですね、なんで作られたんか。 とということなんですけど、うん、直接のきっかけはやっぱり天然痘ですかね。でこういう天然痘のようなものが流行した時どういう対策を取るかというとそれは祈祷です。道田子も言ってましたね祈祷だだ、ね。平安時代でも祈祷です。奈良時代なんかもちろん祈祷です。今の私たちはね 呪詛、祈祷なんか聞かへんと思ってるからね。なんでと思いますけど、この時代なんか医学全然発達してないわけで。で、祈祷は聞くとみんな思ってるわけだから。ここ祈祷なんです。何に乗るか。一番最新、最先端の宗教である仏教です。これ、チンゴ国家っていうんですね。当時の仏教は個人の 魂の救いとか、そんなんではなくて、国家を守る。それが仏教でした。で、仏教の力で国を安かにしようと。で、大きな仏さん作ろうって。地方に国分寺作ってね。で、国家の総国分寺として、東大寺作ろうって。で、その大仏さん、なんという だいぶさん作るんですかって言うと、それは、ルビシャな仏です。華厳教の仏さんです。宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏です。華厳教ってね、めっちゃ難しいそうです。柴田デローの本のね、受け売りですけどね、華厳教をね、読んだときね、 日本人は、はあ、宇宙ってこうなってたんや、でですね、恐れ入ったそうです。よし、この、慶言教の仏さん、ルビシャナ仏を作るぞ、と言って、ルビシャナ仏の大仏を作りました。で、もう一つ理由があってね、それは、さっき女性の皇太子が出てきましたよね。そしてあの女性の皇太子から、 女帝が生まれますよね。で、光明子が進化で交互になってますよね。で、そも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 聖武天皇にね、血統コンプレックスがあったんです。これですね。君内心のや長,長屋王から見て、聖武って、サラブレードちゃうやん。こんなん。 皇族屋、築けたらすぐに引っつきますよね。で、聖武意識してました。俺、ピュアちゃうし。で、その次の、安倍内親王や元井王子に行くと、ヒフティヒフティですらない。ね。聖武天皇は、キビ内親王や長尾に対して、コンプレックスを抱いていた。 そこで、自分が推し進めている、ひょっとして、孔明子が天皇になるとか、あるいは、女性の皇太子とか、そんなありか、ということに対してですね、そんなありやというですね、宗教的な装いを持たせようとした、ですね。コメントあります。今晩は、菊のイメージですが、 この時代は、ことあるごとに、橘が出てきます。ね。うん。橘氏は、奈良原なんか藤原定て出イメージですが、うん。成立を考えると、そうですね。橘って皇族から分かれたんですからね。で、藤原と橘が対立せなあかんという根拠もないしね。うん。平安時代、橘の勝ちこと、藤原の夫婦と抵組みますからね。うん。 むしろ藤原の中でね、四季に分かれて足の引っ張りなんかするのでね。うん、当時は最近もウイルスも分からないから仕方ないですね。しょうがないですね。もう、だって原因分からへんねやから、分からへんからもう祈祷しかないんです。うん。ところあの、道高が、伝染病が流行ってる祈祷だっていうのはね、あ正しい。 正しい、正しい、当時は正しい反応してるんです。<laughs> ちなみにですけどね、猛虎修羅の時ね、玄が攻めてきたって最大の対策は祈祷です。っていうのはあれ、あの、猛虎修羅の頃でも、元の、モンゴルの神と日本の神が戦うわけですね。で、その下で人間も戦うわけで。 日本の神が負けてしまったらアウチなんです。だから神社仏閣に莫大な祈祷を払ってですね、日本の神々がモンゴルの神々に勝つように祈るんです。それでね、聖徳天皇から安倍内心の皇太子にね、血統コンプリ があったんです、すで朝廷の中にね、なんであいつらがですね、天皇だったり皇后だったり皇太子になったりするんや、おかしいやないかというね、不満がね、いっぱいあってね、で、これをね、抑えようということで、こういう時ね、ちゃんとね、知恵を出す人がおるんです。中国でね、女性が皇帝になってね、っていうのがありますよ。 中国って女帝なんて一人もいないことになってるんですが、本当は一人だけいるんです。中国で唯一皇帝になった人がいるんですね。ね精神皇帝っていいます。まあ、この人はちゃんと即意識をやって皇帝になって、国語をも、あ、をやったかなにしています。 いわゆる側転武号ですで。側転武号がね、皇帝になったときね、女性が皇帝になってもええんかという批判が巻き起こったんです。でもその時ちゃんと、なんてう、うん、そういう時に、上にオペッカ使う学者が出てくるんですね。 ヒラメ学者が出てきます。でヒラメ学者がですね、うん、あヒラメってあの目が上向いてるからね、上ばっかり見てる人ね、ヒラメって言うんですね。でヒラメ学者がね、精神皇帝様、大丈夫です。中国の大雲経とあ、仏天の大雲経というお経に上皇天女が大いにつくというね、なんかあります。だから、天女が大いにつくんだから、 側天武豪様が皇帝になっても大丈夫です。仏さんは許してくださいます。と、誰が言ったんだろう。説会議側天武豪の愛人か。で、太后は弥力物の化粧なり、塔に代わって定位につくべし。と言ったんです。で、側天武豪はですね、喜んで、 精神皇帝として即位して、各地に大運教授を作りました。この大各地に大運教授を作る。これが日本の国分寺のモデルになっています。で、側天部合ですね。華厳宗の宝蔵立衆の、これ、愚慶と呼ぶんかなから菩薩会を受けています。これに習って、 日本も東大寺に大仏殿を作って、あ東大寺に大仏を作って、大仏殿を建てるんですね、はい。前例のないことに大義を持たせるのは昔からあったそうです。うん。光る君みえてもね、雪なりがね、うまい、知恵を出してね、一条天皇と道長をサポートしますよね。 常にまあ,あの権力者がこうするって言ったらね、はいはいって、議論は後が出てくるんですで。これをね、日本が真似するわけ。この精神皇帝を聖武天皇が真似するわけですね。だからね、これ、鑑真です。鑑真ね、日本に来るでしょなんで鑑真が来なあかんか。 この側転武豪に菩薩会を与えたのは、ガンジンの先生なんです。だから、ガンジンでないとあかんのです。で、736年、下言宗が日本に伝わりました。で、この下言宗でもって、ルビシャナ仏を日本に作ります。で、聖武天皇は、東大寺の大仏、造営にあたって、 A という人物を党に派遣して、中国から坊さんを招待することにしました。なんでそんなことをせなあかんかというとですね、坊さんのね、資格試験せなあかんのです。で坊さんのね、資格試験、この頃ね、あのお坊さんは国家公務員です。歓っというんですね。国の 試験に受かった僧侶です。で、ところがね、正規のね、僧侶になるためには、受解という,そう、試験受けのアカウントです。その時ね、試験官が10人いるんです。で、日本にはそんなおらへんかったから、適当にやっとったんですけど、それあくまでね、日本ローカルルールでね、インターナショナルでは 通用しないんですねでインターナショナル世界に通用する僧侶を作るためにはまず僧侶になる資格をあ僧侶を作るための試験官になる人を作らなあかんですでまず受海に必要な僧侶の試験官ができる坊さんを 中に、中国から日本に招待します。で、彼らが東大寺の会談員で試験をして合格とにしますと、今度はその合格した人たちが試験をして、その次の防んを作り出すことができるわけですね。で、日本のですね、僧侶の試験を、えー、国際規格にすると同時に、特にこれから 安倍内親王が皇太子から女帝になっていくわけでこの皇権天皇に菩薩会を与える構想を探すそれは鑑真だと。側天武后精神皇帝に菩薩会を与えた鑑真のあ愚慶の後慶かなの弟子の鑑真を招待しろというわけでですね鑑真がやっていきます で、奈良に到着したときはですね、もう大仏はできちゃってたんですが、鑑真がやってきて、東大寺で試験をして、で、聖武天皇、高賢天皇に菩薩会を与えて、東大寺に階段院を作って、これから日本はですね、日本で僧侶の試験をすることができるようになります。東大寺の大仏殿ですね。 743年、皇太子の安倍内親王が御節の舞を舞ったというですね、記録があって、元奘上皇と聖武天皇が見ています。752年、東大寺大仏の開元へでも御節の舞が舞われて、これは聖武上皇と高賢天皇が見ました。で、これ、大仏年ですけど、 この大仏殿って、今建ってるのは徳川綱吉が作ったんですかね。この建物って今まで2回生まれてるんです。1回は1181年に平野茂平がなんと焼き打ちで燃やしちゃったんですね。で、頼朝が建て直して。で、2回目はあの松永久秀が戦国時代に燃やしてまえって。 なんか、いや、松中久秀のせいでもないという人もいますけどね。うん。まあ、松中久秀ぐるみでから、がらみで、がらみでの、火事になったことは確かですね。で、燃えちゃって、で、綱吉が建て直しました。ただね、これもともとね、11柱あったらしいです。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。これ昔ね、11あったらしいんですけどね。 もう気が足らへんかってね、江戸時代になると。だからこれ、横に圧縮してるんです。も元はね、もっとね、横幅の広い建物だったら C です。コメントで。側転武道は、老子の末裔を称していたらしいので、向こうでも神仏集合していたようなものですね。そうですね。うん 確かこの頃から大皿の食器でみんなで食事のスタイルから個人の食器に盛り付けするようにしてたことが出土資料から分かり流行り病への対応。ああ、なるほど。それはあるかもしれへんね。その程度には衛生の知識がついてきたよね。食べ物から移る こともあるよねと。うん。なるほど。あの、一番怖い天然。天然痘は天然痘は飛沫感染かな空気感染ではない。どっちなんだろうまあ、なしても、あれね、防ぎにくいんですよね。うん。空気感染ってほんと防ぐ難しいんですよね。コロナと一緒でね。うん。同室も老子の子孫を受賞していた。 なるほど。浪子ってね、面白いからね、浪僧思想ってね。浪僧思想って、中国人って建前は人の人格が大事やってね、儒学言いますけど、うん、本音のとこは浪僧で、なんかよく分からへんけど楽しかったらええんや、ということなんかな。 で、本題に戻りますね。744年、朝香神皇が亡くなっちゃいました。そうするとね、聖武の子供たちって、女の子3人になったんです。男の子みんな亡くなってしまったんです。これではあかんでしょそれで、聖武天皇は、 娘たちを結婚させることにしました。といっても、長女の安倍内親王。この人は皇太子から天皇になりますから、この人は結婚させることはできない。日本の女帝って、結婚して子供産んでから天皇になることはあるんですね。持統天皇も水孔天皇も、元明天皇もそうです。 ただ、天皇になってしまったら、結婚しないんです。現象未婚ですね。生涯未婚。後賢、この人も生涯未婚です。で、後の名将、後桜町、江戸時代の彼女らも未婚です。だから後賢は結婚させるわけにはいかないので、 あとの二人、伊羽と不和に結婚させるんですが、不和内親王はね、なぜか聖武天皇と仲悪かったんです。そうすると期待は伊羽内親王になりますね。伊羽内親王と白壁王が結婚して、ここに出てくる、ここに出てくる王子、この子供に好意を持っていく。これが 好権の役割になるんですね。安倍内親王に皇族から婿取りさせることは考えなかったのでしょうかそうですよね。私もそう思いますけどね。でも、なぜか、日本ではさっき言ったように天、女帝には2パターンあって、結婚して、 子供ができて、それから女帝になったパターン。神宮皇后、水古天皇、皇玉天皇、持統天皇、元明天皇。このパターンと、結婚しないで行為について、生涯結婚しないで行った人たち。現象と、 貢献と名称と五桜町。この二パターンがあるんです。なんででしょうねなんでかわかんないけど、女帝として即位してから結婚した人はいない。また、結婚して子供がいない状態で、 皇位にいいいた人もいないです。聖武上皇皇明氏皇太后皇権天皇で皇太子がいないこの皇権天皇ってね女帝ですけど変わった女帝でしょ女帝というのはプリンスがいてそこへのつなぎとして女帝になるのに 貢献はバトンタッチする相手がいないんです。それはこれから幽霊が生むんです。でさて、756年ですが、勝負晩年です。いよいよ、私も もう先長くないかな。大大使どうすりますかと。一応娘をね、天皇に立てて、そしてもう一人の娘を結婚させたけど、子供生まれたんですけど、これ女の子なんです。ここに持っていくのは難しい。 じゃあどうするということで、で、皇太子決めてやらんとね、こう、娘の貢献も困りますよね。そこで、聖武天皇は遺言で、この船戸を、新田部親王の息子、天武の孫、この人を交代しにしました。これで聖武が亡くなります。 ところが75、757年、高賢天皇と皇太后の孔明氏は皇太子を変えてしまいます。お父さんが決めた、この同窓を、これ嫌やな。船道か。船道。これ嫌やな。変えよ。ということで、多いように、 変えます。後代詞です。ちなみに、この大井王の近くに中丸がいるんですね。で、中丸のね、よくわからへんこの女の人ね、よくわからへんこの女の人と、大井王とが付き合うとんです。だから、大井王のとこに天皇が行くと、中丸、この天皇の ま、育ての親みたいな感じになるんですかね。で、中丸と孔明氏と、くっついとんです。で、孔明氏、もうぼちぼち、この勝負の一環に続いてきたけど、この、この家も、赤いし、後継ぎ折れへんし。じゃあ、 同じ藤原の仲間を支援して、で、この大井を、この人天皇にして、藤原とこの大井を、この新しい皇統、これで行ったらええやん。っなことを考えてた節もあるんですよね。白壁、あ、この人ね、皇太子にしない。なんでしないか。 なんでしないんでしょううん。なんでしないんでしょうね。<laughs> 本当やね。幽霊の夫ね、ここね。うん、本当やね。<laughs> 言われてみれば確かにそうやね。さて、758年です。 上上皇皇は純仁天皇に上位します。もう諦めたんですかね高賢上皇もね、もう疲れたし。で、お姉ちゃんかなお姉ちゃんに子供生まれへんし、758年というとですね、40歳です。私も40歳や。お姉ちゃん41や。 あとね、もう一人のね、こう妹おるんですけどね、この妹はね、いろいろ疑惑があってね、男の子生まれてるんですけどね、これもう、ここはね、なんかこうややこしい <laughs> 家でね、ちょっとって感じだったみたいですね。で、後見は順に譲ります。光明氏はね、あのそれに乗り気でした。 もうええやん。ここ、中田ないで。こっち行ってね。で、孔明氏とお気に入りの中丸と、で中丸のまあ娘婿みたいな感じになってる純人と、で、ここに新しい男の子ができたら、もうこっちに乗り換えちゃおうと。と、孔明氏はね、それでもいいやと思ってたみたいですよ。うん。はい、この子には、 藤原氏の権力が強くなっていた、うん、みたみいですねで藤原氏の権力が強くなっていく途中であの確か橘の諸栄の息子橘の奈良丸の反乱が起きてるんじゃないですかね。うん、でこれ天皇家自体がね弱体化してるんです。 長屋をいなくなくっちゃうんでしょあの人、政治力あったみたいですけどね、長屋をいなくなっちゃいましたよね。で、他にね、皇族の中にね、有力な人いないんです。こなんでかというに桃天皇の男の子と一人子なんです。で、勝負の子供って男の子らへんでしょ草壁 もうこれ一人っ子なんです。男の子ではね。まあ、そうすると、児童直系のね、男の人ね、他に誰がおるんですかって言っは誰もいないんです。まあ、皇族が、天皇家がすっごく弱体化してるんですね。であと、長屋王がおったんやけど、そこは長屋王辺でね、消しちゃいましたからね。 そうすると、まあ、藤原家の方の力が強くなるかな。ただ、藤原家が強くなったというより、天皇家が直系継承にこだわって、かつ、子供が生まれていないということから、天皇家の側に人がいない。本当にいない。誰もいない。女性が3人残ってるだけじゃないですか。 この、じ統、日草壁の、この系統で、今残ってるのは、高賢上皇と、井上の親信と、不安の阿信仰。女性3人が残っているだけ。天皇家の方には。で、764年、光明氏が亡くなります。で、光明氏はね、新しい天皇家を作ったええやん、と思ってたみたいですが、ね、 孔明氏がね、亡くなった翌年、湯上内親王が、男の子を産むんです。何歳で産んだんやろ ?44 歳。でね、生まれるんです。この子が生まれてくるんやったら、後見上皇から見ると、ちょっと待ってなるよね。 勝務の方の家に後継ぎがいないということで、純人の方に持って行ったけど、で、お母さんの光明氏は乗り気で、こっちでもええやんって言ったけど、しかし元々、もともと、もともと私は勝務一家なんやん。あ、藤原ちゃんあんンやんと。で、お父さん、勝務から与えられたミッションは、お前は女帝として勝務の いずれ生まれてくるであろう男の子に好意伝えるんやでと。そういう役割の女帝なんやでと。そや、私のミッションはそれやったんやん。で、そのプリンスが生まれたんです。であれば、私は、この、おさべ新郎。この子を天皇にすることが私の生きる道である。だったら純に、こんなにいらんよね、と。いうことになってですね。 高賢上皇は純人天のあんたやめと言い出します。と、高賢上皇が元気を取り戻した頃の高賢上皇の医学的、政治的、散歩、相談役、ドクター兼カウンセラー、いろいろ、これが同居をやったんですね。 同居といつ出会ったかわからないですけど、仮に760年に出会ったとすると、同居60歳、高四43歳ぐらいの時に二人出会ってるんですね。同居の方がずっと年上です。で、761年、長遣親王が生まれると、後見上皇は、草壁直径、 ね、この草壁系に包囲をつないでいくことこそが持統以来のミッションであると彼女は宣言しますその結果皇賢上皇と順人天皇が対立しますで純人天皇に くっついた藤原の間丸と後見になって戦いが始まりますが光明氏亡くなっちゃったのでお母さんの光明氏が藤原の間丸を応援してる間は後見上皇としてもやりにくかったんですけどお母さんの光明氏亡くなっちゃったしこれからは高賢上皇と中丸のガチ勝負やと。 いうことにになってで後見上皇が順天皇に勝ちましたまあこれは順任天皇と後見上皇ではなんといってもね後見上皇は聖武のね娘ですからね順任なんてあんたなんで天皇やってんのって感じですもんね長兵が生まれた今となっては。 で、純人でいうのがいなくなって、で、中丸がね、孤立していきます。で、孤立した中丸は、760年に、反乱を起こします。で、この時、天皇を担がなあかんので、塩,塩焼き王、和内神皇の夫になっていた。この人を天皇に担いで、中丸を立ち上がるんですが、後見上皇との戦いで、 上皇が勝ち回す結局こういう時ですねどうやったら勝てるかというと疫礼っていうのがあるんです疫礼っていうのはあの地方にね命令を出す伝令に使う疫礼っていうのを持ってる人が正しい朝廷下の使者であるという証明ですもう一個これナインってうち何て呼ぶんでしょうねあの文書に押すはんです これをね、後見側が確保しました。これで政府は後見側につきます。これで中丸は負けてしまって、塩谷企業もこの時に命を落とします。コメントですね。女帝ともなると、実際の政権運営は進化が取り仕切るようになるのでしょうか。 まあ、そうですよね。ナタトップっていうのは、下がちゃんと動けば、トップはシだけすりゃいいんで、父の娘、うん。この頃は吉備の真備や民家の将って、一上層って言うんですかね。今失礼してますね。宮氏は皇族ですが、ユ激しも吉族だったと思います。うん。吉備の近江は大したことない出身だった。うん。 キビ様って留学生で帰ってきた人でしたかねうん。で、さて、こうして、後見は、順人を追い出して、もう一回、天皇の座に戻ります。聖徳天皇です。そして、小佐部、神皇を、皇太子から天皇にすべく、最後の力を振り絞ることになります。 ただ時に奉顕天皇聖徳上皇になった時が47歳でした。769年聖徳上皇、うん、私も先長くないかなっていうことになって心配なのはおべ親王やと。 聖武お父さんから聖武の血を引く男の子に天皇を持っていけと私は言われてるんやと。で、その男の子が生まれた。ただ、遅かった。あと10年早かった私元気やったのにねえ、私の命の方が持たへん、どうしようと。 で他にね、と言ってね、頼りにならそうな人って言ってもね、井上内親王、お姉ちゃん、妹はね、妹夫婦もわけ分からんことしてますからね、この辺りはね。それで、この状態でもし私が亡くなったら、長部親王にいきなり出んのを 行くの難しいかなってことで何歳 ?9 歳無理か、ね。まだこの頃天皇は二十歳ぐらいとされてますからね。9歳ではまだ元服もしてへんからね。ああ無理やね。じゃあ天皇を誰にしてもらうんかということなんですけどね。 お姉ちゃんにしてもらうったってね、そんなそう長くないでしょうしね。あと、他の男に持って行ったら、そのまま、行為、帰ってこへんかもわからへんしね。で、後見は考えました。同居を天皇にしよう。これね、同居をね、天皇にしようっていうのね、突飛な考えですけどね。 私は高知章介先生だったと思うんですけどね。これはね、仏に行為を預けるんやと。あ、そうかと。仏に預けるんやと。とか同教がね、天皇の位を奪うとか、そんなではなくて、お預けするんです。考えてみたらね、長部親王皇に好意を持って行くのに、10年ほどの間、 誰に渡したってダメですよね <laughs>。一番信頼できるんで、同教かな。で、同教、子供いませんから、同教を天皇にしたって、同教から同教の子供に行く心配はない。仏に好意を預ける。あ、これは確かに明暗やと。私も思いますね。そう、順天皇は、 淡路廃帝そこの人、淡路拝帝という名前になるんです。これ、純人って名前、いつ過ぎたんでしょうね。これ、これ当時からあったんかな明治にせたんかなちょ,っとちょっと記憶にないですね。うん、どっちでしょう純人っていつ過ぎたんやろ、名前。当時から純人って呼ばれてたんですかね あ、出てこへん。出てきませんね。あ、そうか。この,この時何かと便利な。えー、っと。えー、か。純仁天皇ってのはいつついたんだろう。あ、純仁天皇。この天皇は長く淡路背景と呼ばれていたが、明治時代になって正式に歴代天皇に加えられて、純仁という漢風志望が、 法廷された。あ、これ、純人って明治政府がつけた名前です。あ明治天皇がつけた名前です。あ当時は、あの、淡路拝廷と呼ばれてたんですね。うん。う確かに、明治に付けられた。あ、そうです、そうです。うん、この、富山光夫先生の名前で読む天皇の歴史に、明治になってついたと、ちゃんと書いてあります。 でね、道教に天皇の位を預けるために、宇佐八幡宮に信託を受けましょうと。あ宇佐八幡宮で皇高層臣でね、今、皇層臣って伊勢神宮やと思ってますけど、もともと宇佐八幡宮の方が格上だったみたいですよ、皇層臣としてはね。あれ、王神天皇ですよね。 王神天皇って実在が確かな一番最初の天皇ですからね。で神宮皇后もお待たせしてるし。で、宇佐八幡宮に。私ね、なんで、なんで一世行けへんねやって。近いのに。<laughs> でて思ってましたけど。あ、そうか当時は宇佐八幡宮の方が、皇通神としては大事やったんやな。だから宇佐八幡宮へ行くんですね。で、当然ね、こんなもんね、初めから、 もう、あの天皇がこうするって言ってるわけですから、宇佐八幡宮はそれを追認するだけですからね。で、わけの清丸に宇佐八幡宮行って、で、宇佐八幡宮の神様は丸って言うから、丸って聞いてきて、というはずやったのにですね、わけの清丸がね、聖徳天皇を裏切るんですね。貴族たちから、清丸、そんな、 あかんいえ、あかんいえ、って言われてね。うさじまんごはダメやと言いました。消毒ってんのこるはね。いや当然、こんな時ね、自分の意のままに実行してくれる部下を選びますからね。な何言うや分からへんね。人をね。使いにしたせえへんよね。うん。あいつ何言うか分からへんから、そんな人ね、使いにしてね、もし、 自分の望むことと反対のことでは困りますからね。政治すらみんなそうですよね。政治の裏でってみんな、あの、安倍の生命もそうですけど、上司が望むように答える。うんですよね。当然、安倍の、わけの清丸は、後見聖徳天皇の望むように答える予定やったんです。ところがですね、 ちゃうっって言ったんで、すよねで聖徳天皇切れてね、君なんか何だか名前変えるんかな。で、聖徳ひどい、わけの清丸は偉いってね、子供の時ね、偉人伝で呼びましたけど、と考えてみたら、そんな絶対の上司、社長がこうせい、天皇がこうせいって言ってんのに、部下がそれとちゃうこと言ったらかんね。 まあしかし、神に聞くと言っちゃった手前、聖徳天皇。で、神に聞いたら、わけの清丸が,裏,が裏切って、あかんって言っちゃったら、まあもうしょうがないですね。神に聞きましょうって言ったんだから。うん、これが宇佐八万宮信託事件です。でもこの宇佐八託事件 8万信託事件ってね、貴族たちがね、反対してね、わけの清丸に、あかんって答えろって言って、わけの清丸は、貴族たちのね、反対といえって,言ってですね、そういう声を代表して、ダメですって答えたんですね。うん、後にそれでわけの清丸は、貴族社会でずっと出世していきますね、よくやったということで,で。それはさておき。それね、 あかんっていうときにね、理がいるんですよ、ね。ただ、ただ、あの、うさの神さんダメよ言ってましたよ、だけではダメなんでね。竜はね、道教は皇族じゃない。皇族じゃないものが天皇になるのはダメだ。と、うさの八幡神は言ったんです。これは結構大事なことで。 で、それをね、貴族がね、訳の9番に言わせたんです。これでね、えらいことが決まりましたね。天皇は天皇家の人間しかなれない。いや、今までもそうだったんですけど、今回それが確認されたんです。しかも天皇が天皇家の人間しか天皇になれへんよと言ったんではなくて、貴族たちが 天皇家の人間しか天皇になれませんって言ったんです。で、天皇の方が天皇家の人間でなくても天皇になってもええやんって言ってるのに、でしょ貴族たちがダメです。天皇は天皇家以外の人間はダメなんですって言ったわけだから、この後ね、貴族たちはね、天皇家以外の人が天皇に なっていいとは言えなくなってしまったんです。それともう一つ。天皇オールマイティ神ー話ーもう崩れましたね。皇圏天皇は天皇家以外の人間でも天皇にしたいと天皇が言っているのに、貴族たちがそれダメですって潰したわけですから。天皇がこうしたいと言っても貴族たちが 反対したら通りません。という前例と、天皇が天皇家以外の人間に天皇を継がせたいと言っても、それはダメです。この二つの原則が可決したんです。一条天皇なんかもね、したいことはたくさんあるあるけど、でも、でも、道長以下、貴族社会を敵に回すと、 天皇といえども、オールマイティーには振る舞えない。聖徳天皇が振る舞えなかったようにね。ね、逆に、たとえ道長のような権力者になっても、天皇にはなれない。だって、藤原氏はじめとする貴族たちが、天皇は、天皇家の人間たちいけないって、この時言ったんだもん、天皇にね。 そして、770年8月、聖徳天皇は53歳で亡くなります。で、天皇はですね、将来、おさべ新皇、ここに持っていくことになっていましたので、つなぎの天皇として、公認天皇が立ちます。で、井上内親皇が皇后になります。公認天皇、井上内王皇,皇后、おさべ親皇、 皇太子です。で、おさべ新郎に天皇の位は行くはずでした。で、この路線を進めていたのが藤原の長手なんです。藤原の長手って、中丸の反乱の時に、後見上皇側の中心で頑張った人で、聖徳天皇の副心の部下でした。ところが771年、 藤原の長手がなくなってしまいます。で、藤原家の中の中心が、義継に動きます。義継の娘は、関武天皇に嫁いでいました。義継は、関武の方を天皇にしようと考えて、おさべ親王と伊上内親王を皇后皇太子の地位から 追い出してしまいます。というのは、この井植内親王ですが、公人が天皇になった結果、その時皇后になりましたので、皇后ということは、つなぎの天皇になれるんですよね。母親が息子が育つまでの間、天皇になる。可能性もあるので、これ、親子。 合わせて、皇后、皇太子の地位から追い出すということで、772年、まず皇后を廃止して、5月に皇太子を廃止します。で、官務が新しい皇太子になります。で、こうして、聖武系の天皇家、皇統から、天地公認官務の皇統に変わります。 正武系の人たちなんですが、この後、井上内親王、元皇后と、小佐部親王、元皇太子は、775年、ほぼ同じ時期に、不審な亡くなり方をします。残ったのは、下人内親王、この人一人。で、この人は幹部、官務。 結婚して。で、朝原内親王が生まれます。で、朝原内親王平成の妃になりますが、結局、ここに子供生まれなくて、朝原内親王が亡くなったのが817年。そして、酒人内親王が亡くなったのが829年。これで、正無系の皇族は消滅します。で、その後、 公認幹部という、平安時代につながる高等に移動して、で、幹部の時に、聖武系の都、まあ、地頭系の都と言っていいのかな。地頭系の都、平城京を捨てて、新しい都、長岡京から平安京に移る。ですね。うん。なんで都が変わるのかってね。 いろんな説明がありますけど、一番しっくりくるのは、皇統変わったんから、自分たちの都を作ろうぜ、ということで、平安京に移る。平安京は、聖武、持統以来の天皇たちと、ま、別れる都、ね。この人たちの都が平城京。で、噛む、 公認、幹部平勢、佐賀。彼らの新しい都が平安京。これが一番しっくりすると思いますけどね。説明としては。で、ところで、ゆう越な新道ですが、そういう亡くなり方をしましたので、この人は当然ですが、怨霊になります。 日本の怨霊いろいろありますけど、女性の怨霊で一番怖いのは、遊栄内親王です。この人は怖いと思いますよ。あんまり有名ちゃいますけどね、貴族社会でね、一番恨みを飲んで死んだ女性誰やって言われたらね、遊栄内親王ちゃうかな。予定通りに、おさべ神道が天皇になっていたら、 地頭系か天地系、どちらを継承したとみなされたでしょうかああ、地頭系でしょう。地頭系です。で、逆に、漢武天皇は地頭系をばっさり切り捨てました。漢武天皇は、聖武天皇とか、持統天皇とか、天武天皇の仏事はやりません。 平安京は、お寺は持ってきませんでしたけど、二つだけお寺作るんですね。当時と歳児とねで。当時と歳児で仏寺、法事するんですけど、法事するのは、えっと、確か4人だったと思います。4人というのは、公人と父と母と、 それから、公認の上のね、四季という王子と、その上が天地です。こんだけです。幹部が認めた自分たちの祖先は、父、母、四季、天地。こんだけです。この四人だけ王子をします。聖武知らんし、持知らんしですね。 それから、あのー、カム天の皇天祭祀っていうのをやってます。皇天祭祀って、どんな字書くんかなこう書くんかな,んかなこれは中国で王朝が変わった時に行うね、初代皇帝をお祭りする儀式で、皇人を初代として皇天祭祀やってますから、カ武から見れば、 公人より前の人たちは、そは前の人たち。公人からが私たち。なんですね。こうして、あの、奈良時代の、えー、児童から聖武、天武児童から聖武に至る人たちは、ま、消滅して、ま、破れ去った王家。ということになったと。いうことですね。うん。今日は、それぐらいにしましょうか。 と余談ですけど、お部親王ね、姫路城でね、こういうあの妖怪になったんです。姫路城の妖怪、お部姫。お部姫とは、井上内親王が息子である、お鯖親王との間に生んだふぎの子であるという、<laughs> なんてこと言うんだってね。<laughs> なるほどでね。うん まあこういうねとんでもないこと言われてるんですねお阪部親王井上内親王はねそりゃ井上親起怒るわね、うん、音量になって出てくるよね。